今を遡ること2230年よ、遥か三国志の時代を超える紀元前221年、中国史上初めて中国全土を統一した秦。始皇帝の偉業からさらに秦の君主六代を遡る戦国時代。周王朝の凋落とともに、黄河及び火山の東には立国の強国があった。聖、祖、魏、燕、韓、趙の立国である。同じく諸侯に数えられながら遠く聖域に位置し、列強の会合にさえ招かれなかった弱小国秦。時の君主24代建康は、信仰ながら勢力を拡大していた隣の大国魏の侵略に常に脅かされていた。中原に位置し、さらなる発展のため他国への侵攻を進めた魏の慶王、そしてその名宰相公叔座。守り奪回する秦の建康、そしてその意志を継ぐ二人の息子英賢と英挙良。公叔座に仕えながら慶王に用いられず魏を去り、秦で高校に見出される希代の作詞昭王。民を思い国を立て、大いなる野望を秘めて、今英雄たちの熱く壮大な戦いが始まる。中国戦乱の世、滅亡寸前の弱小国秦を戦国屈指の最強国へと導いた男たちがいた。我想在秦国，我想在秦国奉献，夜救秦国，为人救秦，兴生不举，法定不会，私斗不进国，强国之道，乃法家精义之学。君上有强国之心，应屈良决意边防。好端端的秦国没人想变，可你这一锤子砸下去，秦国这破罐子他经得起吗？破罐子一锤砸了，欺人明事，欺人担得来轻重。粪身碎骨，永不相分。